スペースワン社、宇宙ベンチャー企業のですね、スペースワンが打ち上げた、カイロスロケット、こちらの方がですね、失敗したことについて解説をしたいと思っております。まだですね、速報レベルの話しか来てないので、会社側の詳細な公式発表を待ってですね、詳細な状況っていうのは分かってくると思うんですけれども、今分かってる範囲のお話で、なんで失敗したのかとか、そういったことについて解説したいと思っております。このカイロスロケットはですね、約 100kg までですかね、のペイロード SSO、太陽同期軌道に打ち上げられるというスペックのロケットです。で、今回は内閣府の情報収集衛星というですね、北極と南極を回る、太陽同期軌道というところにですね、投入されている内閣府情報収集衛星のバックアップですね、緊急にこう、撮影したいとかですね、壊れたとかそういった時にですね、対応できるバックアップ衛星を打ち上げる実証として、今回使われたわけですけれども、残念ながら海の木図というか海まで行ってないのか、になってしまいました。まあこれに関してですね、初号機にそんな重要な衛星を積むなみたいな、お話もあるんですけれども、先日ね、H3 の初号機で失敗したエーロ3ですかね、第13号、こちらの方とは違って、そこまで多分高くはない。あれは多分3、400億ぐらいしたのかな。それに比べたら全然小さいので、そこまでダメージはないと思いますし、大体ですね、ロケット打ち上げ、初号機はですね、保険が、効かないというか、もし保険をかけるとしてもですね、多分両立打ち上げ費用がじゃあ20億だとしたら10億円ぐらいかかっちゃう。多分半分以上、要は2回に1回失敗するよねぐらいの感じの確率計算になって、保険料がめちゃくちゃ高いんで、事実上保険かけられないということで、こういった政府の衛星、無保険で打ち上げる政府の衛星が選ばれてるんだと思います。成功すればもう獣みたいなぐらいの話なんだと思います。これは国策でですね、様々な打ち上げ手段の多様化という流れの中で民間委託をしていくと。今回ですね、スペースワン社はですね、キャノン電子が中心になって IHI だとか、そういった会社がですね、出資をして作られたベンチャー企業なんですが、アビオニクス系のですね、トラブルというか開発の遅れなんかで、打ち上げ都合6回延期をされてて、6度目の正直ということになっておりました。今回ですね、破壊されたロケットモーター自体はですね、これは IHI エアロスペースさんが実績を持ってこれまで開発してきた固体ロケットモーターのですね、派生系です。私もですね、 IHI エアロスペースの工場を見学させていただいた時に、このスペースワンに使われるロケットモーター見学させてもらいました。イプシロンよりもですね、二回りぐらい小さいですかね。あと防衛省向けの固体ロケットミサイルですね、こちらの方よりは一回り大きいぐらい、ミューロケットですね、ミューロケットと同じぐらいのサイズ感ということで、IHI エアロスペース的には実績のあるロケットモーターだと思います。今回異常を感知して、軌道がずれていたのか、あるいはロケットモーターの圧力が異常値を示していたのか、あるいはビオニクス系のバグなのか故障なのか、分かりませんけれども、何らかの異常を感知して、自立飛行安全システムというのがこのロケットには搭載されてまして、今もアメリカとかではですね、スペース X のロケットとかロケットラボのロケットに NASA が開発した自立飛行安全システムが搭載されております。指令破壊ではなく、地上とのやり取りをせずにですね、ロケットに搭載されているシステムが、異常値を検知したらその場で、破壊をするというシステムが作動した模様です。こちらの方は速報で、流れてきております。ですので、5秒後にですね、自律的に破壊されたと。なので想定外の事態が発生して、爆発したとかそういったことではないということです。5秒後に破壊されている理由なんですけれども、これも憶測でしかないんですが、ちょっとですね、海から入ったところにこのスペースポートキー、和歌山県の串本町にあるんですけれども、こちらの、基地はですね、ちょっとだけ内陸にあるので、ちょっと離礁して時間が経ってからですね、破壊しないと車上全体が壊れたりとか、あるいは山火事が起きたりとかするんじゃないかということで、5秒後から指令破壊というか、自立飛行安全による自爆ですね、というふうになってるんだというふうに想像されております。今回ですね、破片とか燃料等がですね、ばらまかれたわけですけれども、固体燃料ロケットのですね、燃料というのは、高圧化、ロケットモーターケースの中に入っているような状態じゃないと爆発的には燃えないので、そこまで大きな火が出ることはないでしょう。さらにですね、前日雨が降ってた模様なので、山
火事はもしかしたらラッキーなことにあんまり山火事にならなかったってことなのかもしれません。今後の、展望なんですけれども、割と最新公開されているですねスペースワン社の財務諸表を見ると、非常に資金的には非常にタイトでございます。ただ一応離省してロケット打ち上げそのものは5秒後まではうまくいってたので、内閣府との契約は履行されたというふうに見なされるはずです。ですので、薬金だったりとかそういうことは発生せず、打ち上げ費用はもらえると思います。ただそれでもタイトなんで、次の打ち上げ、おそらくですけれども、次の打ち上げ用のロケットモーターはですね発注というかもう作られてあると思いますので、どれだけ早く次の打ち上げができるのか、バーンレート等もあると思いますので、資金注入がもうすでになされているのか、各株主等からのですね融資等があるのかどうか、そういったところがですねこのスペースワン社の今後に効いてくるんではないかなというふうに思っております。日本の民間ロケットですね、初の衛星軌道投入になるかということでしたが、残念な結果になってしまいました。こういったことはですね、確かによく起こるんで、想定外のトラブル、要は破壊的なというか破滅的な出来事にならなくて良かったですねということは言えるんじゃないかなというふうに思います。固体燃料ロケットと液体燃料ロケット、基本的にはですね全然違うので、我々の直接のライバルということではないんですけれども、固体燃料ロケットは非常に10G を超えるような G がかかります。液体燃料ロケットはせいぜい 3-4G ぐらいですね。しかもですね、火つけたら基本的には止められないということで、使える衛星、搭載できる衛星にかなり、制限があるということで、そういった意味ではですね、そこまで大きな、我々インターステラテクノロジー社としてすごいライバルなのかって言われるとそうでもないかなという感じです。先日発表されてましたけれども、防衛省と提携をしてですね、上段に3トンクラスのメタロックスエンジン、液化メタンと液体酸素のエンジンを使ってより大きな衛星を軌道投入するようにできるようにするという計画が発表されておりました。おそらくですけれども、 IHA エロスペースさんが GX ロケットとかそういった文脈の中で開発していたメタロックスエンジンの技術を使って上段エンジンを作ろうということだったと思いますけれども、こういったところにもですね影響は出てくるんではないかなというふうに思います。もともとこのカイロスロケットそのものはですね SS520 という JAXA アイサスが打ち上げていたサブオービタルロケット をですね改良というか推力増強等をやってですね、人工衛星も超小型人工衛星を軌道投入するためにできるということでですね開発が進んできたものです。またですね、先日も船舶がですね警戒区域に入ったということで打ち上げ延期になってましたけれども、串本町のですね近くは飛行機の航路にもなっておりますし、漁船とかですね貨物船とかそういったものもですね結構頻繁にやってくる海域なので、今後もですねこういったトラブルというのはまだ起こってくる可能性はあるのかなと、そういうふうに思いました。次のですね会社の公式発表と次の打ち上げが待たれるところでございます。ということで以上になります。いってらっしゃい。